どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ本日はですね、この人名前なんだっけな、ちょっと存在感が薄すぎていつもこの人ちょっと名前わかんないんですけど、ちょっと名前ちょっとわかんない、ちょっと調べておきます。名前ちょっと忘れました。こいつのを使ってやっていくんですけども、皆さんとりあえずちょっとデッキ名をね聞いてもらおうか。デッキ名こちら、シブルグアライバル。皆さん、この始祖神鳥シムルグってご存知ですか？僕はね、秘密裏にこいつを密かに頑張って3枚集めましたよ。これあのランク戦の UR チケット、でこれ手に入るカードなんですよ。これを頑張って謎にこれを3枚集めた男いるのかな、今他にシムルグ3枚をなんとかこれゲットできたんで、今回はこれを使いたくて、ずっと使いたくて、今回は作ってきました。こいつの効果知らないでしょみんな。これ強いんですよ意外と。このカードは、手札に存在する場合通常モンスターとして扱いますと。だから一応通常モンスターサポートのなんかカード、例えばイニシエのルールとか、あと今で言うとコスモブレインとか、使って出せるんですけど、こいつ出したそもそもこいつを出したいんですよ。これ、ね、このカードがフィールド上に表側表示存在する限り、自分が風属性モンスターをアドバンス召喚する場合に必要なリリースは1体しなくなると、まあ、これはそんなに使わない。このね、下のこれが強い。風属性モンスターのみをリリースしてこのカードのアドバンス召喚に成功した時、相手フィールド上のカード2枚までバウンスするっていうのに、これマジで強いんですよ。バウンスする、だから破壊耐性とか、あとなんかその効果を効果受けないとかだったら無理だけど、その要は破壊耐性とかなんかそのそっち系のを無視してバウンスできるんで、これがすごい強いんですよね。でどうやって風属性モンスターで用意するのと、 2体ですからね、これレベルが全部8だから、こいつ2体、分のリリースをしなきゃいけないんで、シムルグ君は基本的にウィンドフレーム、これ風属性モンスターアドバンス召喚する場合2体分できる。それか暴風小僧、これも2体分できる。なんかね、謎にね風属性モンスターだけで、ね、ちょっと優遇させて2体いるんですよ。2体分のリリースになるやつが2体いるっていうね、ことでこれで、リリースしていきます。でね、どうやってリリースするか、召喚権使ってこれライバルアライバル、自分相手のバトルフェイズにモンスター1体を召喚できるんで、これ使ってできれば相手ターンにライバル使ってこれ出すと、どういうことが起きるかっていうと、相手のバトルフェイズ中に相手のフィールドのカードを2枚バウンスするんですよ。ってことはメイン2がないリンクスではもうねカバーが効かないんですよ。それバトルフェイズ終わったらこっちターンですよ。もうすごい強いでしょこの動き、めちゃめちゃ強いんですよ強いと自分に言い聞かせます。で基本的には、この人たちを、まあ、アドバンス召喚するんだけど、そいつらじゃなくてもいいように一応ねこのブラックワルドがまあ強いんですよね。これ攻撃宣言した時にトークンを生み出して、トークンいれば効果とか戦闘でも破壊できないんで、なのでこれが場持ちがいいのでブラックワルド2枚積んでるのと、あとやっぱトークンリリースしてこのジョーとか出すと魔法トラップカードバウンスできるんで、これもライバルアライバルで出したら相手の魔法トラップカードが全くない状態でこっちのターンに回ってくるっていうことができるんで、これ入れてるということですね。でこの辺を、蘇生するための強化蘇生、追い打ちにも使えますからね。で、防御だとして狡猾1枚と、あとやっぱり結局なんだかんだやっぱ除去が必要なのと、スキル早きこと風のごとくにしてるんで、なんだデザートストームだっけ、なんだっけ、フィールド魔法の名前忘れたけど、デザートストームだっけ、デザートストームだ、デザートストームを発動するためにのプラス、バック除去するためのコズミックサイクルという感じですね。シムルグ強いと俺は思う。早速シムルグ君の謎の鳥の暴風をね、お相手の方にお見舞いしていきたいと思います。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、ヨハン・アンデルセンの少女、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ブラックファルコン来てもいいな。ブラックファルコンね、まあ、先行でブラックファルコンはマジゴミなんですけども、高校ブラックファルコンは結構強いです。しかもセット1枚あるか。まあでこれは結構コズミックサイクルの方が効いてくる。オッケー、いいよ。ドロー、あこれはいい、これはいいぞ。あお前も来るか、いいね。謎の鳥来た。でコズミックサイクルを動かすと、そのセットカードは除外していくぜ。あダムサイカスキル発動、早いこと風のごとき、俺の計算に間違いはないぜ。そしてブラックファルコンを召喚バトル、いけブラックファルコン。
ファルコンパンチああ、墓守か。なるほど。墓守か。あー、やっぱダブルサイドの墓守。あー、サイマンじゃね？サイド。なるほどね。ファルコンパンチ。スマブラね、ちょっとあんまり、僕やったことないんであれなんですけども。あー、来た。サイマチ。え、これ、ちょっと待って、でもさ、俺、思ったんだけど、サイマチに超強くないこれ。やべえ。待って。俺、思ったんだけどさ、サイマチにクソ強ないこれ、ブラックファルコンって。これ攻撃してくんじゃん。で、効果発動すんじゃん。横向きすんじゃん。で、突破できんじゃん、これで。いや、これめっちゃ強ない。これクソ強いんだけど。あー、コート来た。で、ウィンドフレーム攻撃表示で召喚して、で、バトル。で、とりあえず、ブラックファルコンで、こう行って、はい。で、あ、今あれか。ちょっと間違えたか。今普通にあれか。ウィンドフレームから殴れば、あれだったわ。普通に突破できたわ。ちょっと間違え、ブレミった。あ、でもいけるか。リリースすれば。こうして、あ、どっちでも同じだわ。どっちでも同じだった。バトルステップで、リリースして、横向きして、はははは、強っはははははは。サイマチ完封はははは、強っえ、クソ強くないブラックマリコン最強かよ。なんだこのカード。強すぎなんだが。セットなるほど。あ、それはめんどいな。あー、ファルコンやられちゃいますファルコンやられちゃいます。あー、それはきついですね。くそ、エースモンスターが俺の武器のバットルですね。で、ファルコンパンチで、はい。で、バトステップ、はい。で、リリース。いや、これ強すぎだろマジで。ブラックファルコン強っ。はい。で、まあ、魔法トラップ通り置くよね。はい、オッケー。で、ダイレクト2300アタック。オッケー。で、これ、俺、多分だけど、これ、どっちがうざいってさ、絶対ブラックファルコンの方がうざいでしょ。だから、ブラックファルコンの方殴ってくるよね、多分。あ、オッケー、オッケー。はい。オッケーです。で、召喚師の効果で、あ、2000になっちゃうか。まあ、シンプルに、あ、ならない。あ、自爆特攻。なるほど。あれ、3号。あれ先1000、あ、いけるわ、大丈夫。ああ、いける。よっしゃー、貴様に地獄を見せてやるぜ。いけ、謎の会長、締め抜く大先生を召喚。締め抜く大先生の方が召喚に成功したとき、相手のフィールドのカードを2枚、バウンスするぜ。いけ、バトルだ。いけ、鳥さん、なめんな。シミルグ強いってか、ブラックファルコン強っ。さあ、お相手の方、ハゲですね。よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。ですね、これはまあ、コズサイアライバル、やつがある、ジョーが、超人がいるからね、超人が、トレ人間コンテスト優勝者。トレ人間コンテスト優勝できた、これ。あ、強っ。これクソ強いわ。これはクソ強い。コズミックスサイクルの効果を。で、ぶっ飛ばせ。これね、これでもう正直脱法アマゾネスだとは思うんですけど、多分。あー、オッケー、そこらしい。これマジでアマゾネスでコズサイ1枚で黙るのマジでありがてえわ。コズサイ1枚でマジでアマゾネス黙るやん。もうマジありがたい。で、スピード発動。回復こと風のごとくだ。そして、構造をセット。あー、召喚。で、ライバルをセット。バトル。とりあえず小僧で攻撃。よーし。だってもうこれ脱法じゃないさ、その新レギのアマゾネスってもうこれで死ぬでしょ、もう。これで死ぬじゃん。もう最強だよね。そうなってきたら小津祭が、もう小津祭ガンズミカンゲルとは。そうなってきたら。はい、オッケーでーす。ドローカード。シムルグか。シムルグか。まあとりあえずバトルしようかで、これでぶん殴っていく。ぶん殴っていく。で、ターンエンドしていく。ぶん殴っていく。で、次のターン、2枚。あのね、王女。脱法か王女でサーチしてくるのが何かによる。あ、脱法だ。脱法者です。脱法アマゾンです、発見。ポリスマン、脱法者です。バトルフェイズ。なるほど。殴ってくる？はいはいはい、OK です。殴ってきて、
でプリンセス効果使ってはいはいはい、オッケー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 、まだここじゃないな、まだここではない、まだここではないから、出してから出してきて多分女王が出てくるでしょ、多分おそらく女王が出てくる、オッケー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 、女王が出てくる、女王が出てくる、とりあえずこれは800もらっていく。でバトルフェーズ終了前、ライバル、あ、ライバル効果発動、俺はヒードの暴風小僧をリリースし現れろ、始祖神長シムルグ、そして効果発動、貴様のアマゾネスの吸収とアマゾネスクイーンマッテガに戻っていただくぜ。そして俺は風属性モンスターをリリースするのに1体分リリースが少なくなっている、つまり疾風超人ジョーは、あ、ファルコンいけ、ファルコンもいけ、バトルだ、くらえ、おとりさんなめんな、ほわお疲れした、スーシブルグ対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、なかなかちょっと負け戦、なんかうまいこと負け戦がちょっとなくて、現状ロバイベントにちょっと遊びに来ております。カードをセットしてウィンドフレームを召喚、パンエンド、なんだかんだやっぱシムルグ決まるとめちゃめちゃ強いわ、シムルグ決まるとなシムルグさ、やっぱバウンスってやっぱ耐性やっぱないモンスターが多いんで、結構ね、ゼラディアスか、お、出た、今ね、あの撮影日現在ちょっと天使のなんか天使の日なので、あ、天使、あの天使と鳥獣だっけな、かなんかの日なので、天使族デッキのパーミッション使ってる方もいますね。こういう姿勢はすごくね、好感持ってますね。やっぱりその天使関係なしに本当アマゾネスの吸収とかもゴリゴリ使ってくるやから、まあそういうイベントなんで仕方ないんですけども、そういうよりやっぱりそのなんか種族に合わせてこう使ってる人を見ると本当になんかね好感持てる。ただ好感持てるとちょっとプレイングが若干遅いっていうのも問題が発生しますので、大丈夫ですか、アセット、はい、 OK です。神罰ですか、聖域、これ絶対神罰だろ、これ神罰だろ、これこれ絶対神罰だろ、ああなるほど、ゼラディアス、あー、じゃあね、じゃあね、バトルステップ、バトルステップでコズミックサイクロンで、でちょっと聖域でさよならさよなら、はい、さよなら、ドロー、結構辛いと思うんでね、もうこれで辛いはず、言うて辛いはず、だって聖域結構言うて多分入ってても2枚かもしれない、あ、なんか違うんだ、分断か万能地雷かウェーブフォースか、ちょっと分かんないけど攻撃反応系だな、セット、あれ神罰じゃねえな、じゃあ分断系だな、なるほど、あー、アライバル来すぎだね、まあ、とりあえずちょっと分断はじゃあ使わせるか、分断は使わせよう、分断だからそのあれか知らねえけど、万能じゃないか知らねえけどさ、それは使わせるわ、ちょっとモンスター引けたらつらいけどね、実際、いやでもちょっと一回お早かったかな、ちょっと一回、まあ分断でしょうね、はい、 OK です、まあ、それはやめましょう、なんだかんだ一応強化蘇生はあるんでなんとかなるかなとは思いますけども、聖域、あーやばいか、鈴木さんだ、それなんですか、そのセットカード、そのセットカードなんですかね、そのセットカード怖いな何も知れないけど、え、これいけます、これいけます、それ神罰じゃないですよね、神罰、あ、ですよね、ですよね、あ、強い、ドロー、くっそー、強化蘇生さえ通ってるわな、いやー、神罰だと思ったけどね、正直思ってたけど、俺も神罰だと思ったよ、そりゃ、いやもう2ドロー強っ、あ、どうしたえぐくなったわ、まあでも実質ね、あれが神罰って読めてたんで、これは実質僕の勝ちです。